本当にそうなのかって本当に思ったのであれば、疑問を持つ癖をつけてそこで終わるんじゃなくて、自分なりに調べてみる習慣を作ると最終自分を守る手段に結びつきます。メイドはスルメニさんです。今回ですね、 MLM イコール情弱、本当の情報弱者は〇〇。ってことで話していこうと思います。ネットワークビジネスをしている人は情報弱者でカモにされるビジネスだって思ってる人いませんか？本当の情弱って誰だと思います？この動画を最後まで見ることによって、ネットワークビジネスをしている人は情報弱者じゃない理由と、一体どういった人が情報弱者なのか、どうすれば自分自身が情報弱者にならずに済むのか、しっかりと分かるようになります。前提として言っときますが、私はネットワーカーではないし、これは勧誘動画ではありません。このチャンネルでは思考から人生は好転するっていうテーマのもと毎日動画を配信しています。数ある動画に埋もれてしまう前に、今のうちにチャンネル登録しておいてください。では話を戻します。まず最初に、どういった人が情報弱者に該当するのか、意味が分かってないと分かんないので、実際 Wikipedia で調べました。すると、正確には情報環境が良くない場所に住んでいたり、情報リテラシーやメディアリテラシーに関する知識や能力が十分ではない人、そのために放送やインターネットなどから必要な情報を享受することができない人っていう書き方をしてるんですね。要は調べることもできないし、調べたとしても自分のものとして落とし込むことができない人ってことなんですけど、実際ネットで使われている情弱っていう言葉はちょっと意味違いますよね。情弱はもう何も知らないからカモにされながらやってるね、ちょっとねバカにしたような感じの使い方をする人が多いですよね。なので今回はこっちの意味で話していこうかなと思います。じゃあネットワークビジネスをしてる人はカモにされて情報弱者なのでしょうか？でもちょっと待ってくださいね。ここ数年でもうたくさんの億万長者を生み出したビジネスモデルって知ってますか？答えは暗号通貨なんですが、リップルとかエーダコインとか、ほぼ全てのこういった暗号通貨の始まりって、実はビジネスモデルは MLM だって知ってますか？さらに言うなら、マルチはもう上が儲かるだけでしょ、もし思ってる人がいるなら、ちょっと一言言いたいんですけど、あなたが今勤めてる会社って、例えば自分が自営してたって、その会社って社長が一番給料少なくて平社員が一番給料高いんですか？もしそんな会社があるんだったら、ぜひ紹介してください。そもそもネットワークビジネスが上だけが儲かるんじゃなくて、 YouTube とかもそうなんですけど、トップにいる人たちは当然儲かり出したらすごいです。ただここでものすごく重要になってくるのが、儲かり出したらっていうこのポイントがすごく大きくて、どんなビジネスも最初はもう伸びるなんかもう誰にだって分かりません。そのビジネスに可能性を感じて、それが爆発的な人気が出た時に一気に収入が跳ね上がる、それが先駆者利益って言われるもので、みんながスタートするもっともっと前の段階からまだどうなるかも分かんない状態でスタートすることってあなたにできますか？もしネットワークビジネスは情弱がしてるだけだと思ってる人は絶対に無理です。私が言う本当の情報弱者っていうのは、固定概念にとらわれ実際やったこともない状態で否定だけをする人、こういった人は私は本当の情報弱者だと思ってます。あともう一つ、もう世の中全ての人が自分が知らないジャンルの情報弱者です。僕も踏まえて、保険に入るときに保険屋さん以上に知識を蓄えた状態で契約する人ってどれくらいいると思います？家買うときに不動屋さん以上に不動産の知識を蓄えた状態で買う人どれくらいいると思います？車買う時もそうです。今言ったことを私全て販売したことを実際あるんですけど、そんな人もうほぼ出会ったことないです。そもそも知らないことで騙されたりって、それって気づいてるからまだマシな方で、そもそも気づかずに購入してる人がもうほとんどで、これがもう本当の情報弱者じゃないですか？そもそも気づいてすらない人で、ネットワークビジネスでいろいろ買わされたって被害者のように発信する人っているんですけど、それ買うって決めたの誰なんですかね？なんで断らなかったんでしょう？最終するって決めたのは
誰なんでしょう。そうやって相手に後悔させてまで売ろうとする人、それも良くないです。ただ大事なのは、その考え方を持って生活してると、生きていく上でいずれ出会う不動産だったり、車の購入の時だったり、保険だったり、投資だったり、結婚式だったり、お葬式だったり、全てにおいて常に情報弱者になってしまいます。じゃあどうすればいいのか。答えは簡単です。しっかりと調べてください。調べる技術を持って知識をしっかり蓄えてください。もし自分だけじゃ厳しいんだったら、そのジャンルに特化した信用できる友達だったり相談者作ってください。じゃあ知らず知らずに損する確率っていうのがもうぐんと下がります。ちょっと早いんですが、最終まとめに入ります。ネットワークビジネスをしている人が情報弱者なのではなく、勝手な固定概念で知りもせずに否定ばかりをする人が実際の情報弱者。そうならないために、自分でもしっかりと知識を学び、それが無理な場合、そのジャンルに特化した信用できる友達だったり相談者を作る。新しいものや知らない情報が入ってきた時に、最初に邪魔になってくるのが自分自身の固定概念です。本当にそうなのかって本当に思ったのであれば、疑問を持つ癖をつけて、そこで終わるんじゃなくて、自分なりに調べてみる習慣を作ると、最終自分を守る手段に結びつきますって感じでね、前半はこれくらいにして、後半戦に私自身が今まで経験してきた中で、さっき言った車とか不動産とか、そういった部分で情報弱者にならないために、私の知ってる知識をね、いくつか話そうかなと思います。それでは興味がある人だけ見ていただけたらと思います。それでは一旦終了です。どうもウイス。ということで後半戦話していこうかな。で、前提としてすごい把握しとかなあかんのが、人が一見嫌いそうなジャンル、例えば保険とか税務のこととか、あ、なんかまどろっこしいなっていうやつほど、しっかり勉強してた方が自分のためになるっていうのが、分からんことを当然分からんまんま放っとくと、やっぱね、ずっとこう搾取されちゃうんよね。で、保険とかって言ったら絶対誰もが一回は加入するもので、保険屋さんの言うことをもう全部鵜呑みにしてたら、全然入らんでもいいような保険入ってたりだとか、今のこの年齢でここまでの受け取り額のやつ正直いらんよねってやつとか、だから結構あるんよね。それを例えば一から全部ね、自分で勉強保険とかもしていくってなるとすごい大変で、じゃあ手っ取り早くそれを解決するにはどうしたらいいのか。簡単よ。保険屋さんを比較すればいい。別に初めて話した保険屋さんと絶対契約せなあかんっていうことは全然なくて、別にアクサ生命ととかソニー生命ととかジブラルタとかプルデンシャルとか、まあ保険屋さんってこういっぱいおるわけやから、でその中でこう要はね、商品購入するときって相見取るとかってよう言うじゃないですか。それと同じように、誰が一番自分のためを思って話してくれてるのか、言ってくれてるのか、で金額的なものも含めてどこまで詳しく説明してくれるのかっていう、こういったポイントをね、いくつか押さえながらこう何人か話すると、やっぱり言うことは同じっていうパターンも出てくれるし、あ、これだけはちょっと違うなとかっていうやつ絶対出てくるんよね。でも日本人の悪いところで、断るのが苦手っていう人がやっぱ多いんよね。でもそれすると、どこ何をするにしたってずっといらんもんばっかりつけさせられるって、こんなん全然あるあるの話で、あとは車業界の話をすると、例えば新車と新古車とか、例えば中古車とかっていう、まあ大きくいろいろあるけど、例えばまあ新車と新古車の話をするならば、新古車の方が当然安いよね、中古やから。ただこっちが安いからと思って普通にローン組んでこれやっちゃうとマイナス出ることがあるよね。これなんでかって言ったら、新車のローンの金利と中古の金利って違うんよ。で、例えば新車って 1%、 こっちやったら 1.5 とか 2% とかっていう可能性があったりするんよね。じゃあ見た目上の金額は新車の方がそれは高いけど、実際ローンの支払い完済金額を見てみたら新古車の方が高くなってたりって、これ全然あり得る話で、これ数字のマジックなのね。だから新古車でちょっと安くて買いたいんで一括で買うパターン、これやったら別にマイナス出ることないから、金利で、だから別に新古車でもありなんやけど、新古車でどうしても買うって言ったら基本的にはローンではなくて一括で払う、まあこれ一つのポイントで、中古車の話をすると完全だね、中古屋さんとかあるでしょ。で、あれ中古車の会社によって全然こう毎月のローンの金利って違うんよね。で会社によってはローン会社と組んで金利バックとかをもらってたりするパターンがあるんよ。ほんまやったら
月々 3% でいけたりするのを、例えば 4%、5% とか、人によってはもっと上げたりとかして金利をね、上乗せして販売してるパターン。これ結構あるあるなのよ。特に中古車でも特別安くで売ってるような車屋さんってあるよね。道端とかでも。え、なんでこの車こんな安いんやろみたいな。けど、実際それを深掘っていってみたら、金利がものすごく高かったり、あとはね、買った後の整備の金額とかがめちゃめちゃ高くなっていったり、結局じゃあ、走行距離もうちょっと少ないやつとそんな変わらんやんみたいなパターン。全然あるから、こんなん。で、これは車屋さん業界のあるある。で、あとは、建築業界。俺建築すごい長いから、リフォームとか特にそうなんやけど、もう保険と一緒。絶対アイミス取った方がいい。っていうのが、もう全然価格帯違うから。ちょっとした工事でも平気で5万10万金額変わるから、アイミス取らへんかったら。こんな感じで、すごくいいように話してくる営業マンたくさんおるんやけど、実際蓋開けてみたら、めちゃめちゃ金額高かったり、これ、どの業種でもある。てか結婚式も実際そうやしね。で、結婚式も、ほとんどの人は一生に一回やし、お葬式もそうやね。一生に一回しかほとんどする経験がない。けど、金額が高いもの。これは、人によって最終的には終わる金額っていうのは、もう全然違ってたりするから、焦った時ほど、一回冷静になる。この考え、めちゃめちゃ大事。で、今、一戸建てに住んでる人とかで、例えばマンション分譲でもそうやねんけど、給湯器ってあるよね。あれ、突然壊れるじゃないですか。じゃあ、そうなってきた時に、ほとんどの人はどこに連絡するんかって言ったら、まあ、大阪ガスとか、そういった、もうネームバリューのあるというか、まあ、ここに連絡してくださいみたいなところに、ね、連絡、場所書いてるから、ほとんどの人はそこに連絡しちゃうんやけど、実際は、給湯器専門でやってる会社とかがあって、じゃあ、これびっくりして比較したら、だいたい半分ぐらい連絡ちゃうから。昔実家でも一回あって、そういったトラブルが、その給湯器が壊れたっていう、一戸建てで古いからってなった時に、まあ当然うちの母親は何も知らんから、大阪ガス連絡入れて、で見積もり取って、じゃあ次の日つけますみたいな、すぐ対応してくれるから、スピード感あれ大事なんよね。で、見積もり取ってきたら35万ぐらいの見積もり持ってきたよね。で、いや僕は当然建築長いから、いや高すぎるやろみたいな、別でこういうとこあるでっていうので連絡して、見積もり同じようなタイプのやつで見積もり取ってもらったら、実際仕上がったの12万何倍だったよね、金額で言ったら。っていうぐらい、ほんまに突発的なやつっていうのは、金額がもう会社にってバラバラやから。で、けど、時間もかけたくないっていうお客さんも当然気持ちとしてあるよね。だからこそ高いんよ。騙されちゃうんよ。やから、大きい額のもので焦った時ほど、一回わからんなりにでもインターネットで調べてみる。この習慣。これがあれば、大概のものは防げる。っていうのがね、僕後半でちょっとこれ喋りたかったことなんよ。ほんまにその会社によって値段って違うし、仕上がりとかも変わってくるけど、それだけでも生涯的に使う金額で言ったら何十万何百万の節約って全然できちゃう話やからって感じでね、後半戦はね、僕が今まで働いてきた仕事してきた中でのこういうとこ気をつけてねってポイントでした。それでは今日はこれで終了です。どうもー。